明治17年、日本では地震の強さを、微震、弱震、強震、烈震と漢字で表現していました。そしてさらに、軽震、激震などが加わっていきました。それでは質問です。軽震と弱震はどちらの方が小さいでしょうか？激震と烈震はどちらの方が大きいのでしょうか？わかりにくくありませんか？そこで数字を使いました。震度7と震度6強、どちらの方が大きいでしょうか？これなら瞬時にわかります。震度5と6には強弱があるため、小学校の低学年ではわからない場合もあるかもしれませんが、激震と烈震という表現だった過去よりも全然わかりやすくなりました。しかし、数字を用いたためにこんなことを言い始める人が出てきました。原因はわかりますね。表現に数字を使ったために、震度7の次は震度8、8の次は9、9の次は10と思い込む人が出てきたのです。さらに、地震の規模を表すマグニチュードは、震度と似たような値で発表されることもザラです。震度7でマグニチュード 7.1 なんて言われたら、こんがらがってくるのもわかります。混乱している方は、小数点で発表されるのはマグニチュードの方だと覚えてみてはいかがでしょうか。それに私たちの多くは地震法の世界で生きています。そのため震度1から震度10まであるのだろうと思うのが普通なのかもしれません。また震度階級は義務教育で習うと思いますが、震度階級は1996年に現在のものに変更されました。ということは、1996年よりも前に義務教育を修了している方は、ニュースで震度5弱や5強などの表現があるということを知り、なんだこれはと、自ら学ぶことをしないと、現在の震度階級を知らないことになってしまいます。ただ、義務教育を受けていても、すべての授業の内容を覚えている人がいるわけではないので、震度0から震度7までの10段階であるということを知らない若い世代も普通にいます。震度8や震度10があると思ってしまう原因はまだあります。震度階級を揺れの単位だと誤解している点です。単位とは何でしょうか？調べると、物の量を測るための基準として定められた量。ヤード、ポンド、尺、缶、円、ドル、メートル、グラム、アールなどと載っています。お金なら1000円。距離なら1000メートル、重さなら1000グラムと言います。この円とかメートルとかグラムが単位です。そしてこの単位は一般的に数値の後ろに来ます。では、もし震度階級も単位なのだとしたら、こうなるのが一般的ではありませんか？また、単位なのだとしたら、なぜ震度4の次が震度5ではなく、震度5弱なのでしょうか？なぜ急に例外的な表現になるのでしょうか。体温計で体温を測った際、36.9 度の上は 37.0 弱度、37.0 強度、みたいに表示されますか。そんな体温計も単位も見たことがありません。要するに、震度階級は単位ではないのです。では、気象庁が発表する震度階級とは何なのでしょうか。これは単位ではなく階級なのです。階級というのは警察で言ったら巡査、警部補、警部、警視、警視正、警視総監と言われているものです。
全部漢字で、知らない人からすると並び替えるのは難しいのではないでしょうか。このように、漢字表記では分かりにくいため、震度階級は分かりやすく変わったのでしたね。震度7は、震度階級の中で最上位の階級です。警察で言ったら警視総監。自衛隊なら統合幕僚長であり、これより上の階級はありません。どんなに揺れても、震度7までです。そして、震度7とは、震度階級の名称でもあります。震度7という階級の名前なのです。この7という文字は、地震動の大きさや、どれだけの被害が生じた地震なのかを表す数量、数値ではなく、階級名の一部だと思ってください。もし、震度7という階級名だけが、激震とか、最悪とか、極大、もしくは震度7、上限、なんて名称だったら、震度8があると思い込む人は、今よりも少なかったのかもしれませんね。